どうも、バーンです。自作ラジコン飛行機2号機、リブの制作の途中から再開したいと思います。どこまでいけるのか、持って全く未定ですけども、まあ、そうですね。リブをグルーガンで主翼に接着する、そして主翼のね、形をちょっとね、丸みを帯びさせると、言ったところぐらいをやろうかなというふうに思います。それでは作業開始。
はい、どうもです。スチレンボードでこのような主翼の作り方をするというのは極めて難しいということが分かりましたね。シンプル、株、FT シンプル株っていうね、1号機で、こういう作り方を設計図にはなか、こういう作り方ではね、なかったんですよ、設計図では。こうしたらいいのになと思いつつ、そうなってなかった理由は、これを、言うたら、初心者に作らせたら、機体がぐねるということです。で、まともに飛ばないということです。一応、ここのところで、直線と平面が出るように頑張ったんですけども、若干ですけども、ガタつくんですよ。こういうね、机、平面が出ているであろう。ん？そもそも机に平面が出てなかったらあかんやん。ね。この机がもしたわんでたりとかしたら、そこでまた精度が出なくなりますよね。まあ、定規は大丈夫ですよね。ということは、定規、ここは大丈夫。で、でも平面っていうのはどこをよりどころにすればいいかというと、やっぱり机なんですよね。机の上が平面が保たれてるかっていう保証がない。さあ、どうする？というね、細かい問題も出てきますね。どうですかね？平面出てますかね？そうか。机の上で水準器を乗せて測ればいいんか。水準器どっかにあったね。で、他にもね、ちょっといろいろね、のミスとかもあって、大変でした。まずね、大きなミスやらかしました。ここ切るとこ間違えました。なので、スチレンボードの切ったところをグルーガンでつなぎ直したりとかね、しましたね。まあ多分大丈夫なんじゃないかなというふうに思いますね。さあどうだ。主翼とりあえず半分だけできました。片方です。下の方だけじゃなくて片方作っちゃいました。ね、両方もちろん必要なんですけども、下の方の主翼の両方作った方が良かったですね。でないとバランスとかが重要なんでね。で、もちろん少々歪んでても左右対称であればまあいいかなというふうに思うんですね。あと、スチレンボードなんで、少々のね、補正は効くと思うんですよ、こうやって。曲げたりとかで。ただ、こうやってリブを組んでしまうと、その曲げもね、難しくなってくるだろうな、というふうには思いますね。まあでも一発でね、この工作がうまくいくとは到底思えないな。なんか沿ってそうな気がしますね。さて、どうなることやら。とりあえず、主翼半分。できたのか？どうなんだ？って言ったところです。まだまだ続きます。ではでは。